どんなに弱いチームでも3割は工事。まずはセリーグ中田選手が抹消、続いてパリーグ岡選手抹消となりました。ヒロミナイト抹消はきついって。ヒロミ、いやー、今シーズンもたくさんのご来場ありがとうございました。来シーズンもお待ちしています。うわー、いやはー、岡足重傷だったのか。結局岡は抹消かい。ギャー、ヒロミ地球続いてたし昨日の足かな。岡さんやっぱりなんかあったんだ。昨日一塁から二塁に行くとき明らかに減速して心配してました。よしあき普通にかわいそうすぎる。ガクト、おー、どうして、なんだ、どうして、なんで若林抹消。お声でしょ。翔さんは厳しい打席が続いていたし、特に速球への対応に苦慮していた印象。ブライト選手は直近のファームで1試合4安打放っているし、スタメンでも見てみたいところ。中田翔抹消は良いとして、ロッテは岡ひろみの抹消は痛すぎる。ベテランの翔さんを落として若手にチャンス与える。立浪監督やるやん。俺のブライト、おお、頑張れ。残業で見れね。泣き。岡田おじいちゃんはお年を召されているから知ってる選手しか1軍2軍入れ替えできない説。あー、入れ替えなし。中田消えてて草。中村翔成昇格とは何だったのか。ビシエドじゃないんかい。ご視聴ありがとうございました。